富士シワ。お邪魔します。いや困りましたね。でも飛行機ぐくこの村かが消えていくなんて。でも北はゾンビがいるし危険だし、これはやばい気がします。ああ、まだケーキ持ってるんですか。もうかかげますよもう。ケーキが一回賞味期限1日なんじゃないんですか。まあ、ここはまあ引っ込まないでくれよ。まだ挨拶してないやついるだろ。ここ行ってこいよ。あ、はい、行きました。じゃあわかりました。釘の三景丼確認ね。いっぱいあるな、この村ひどいな。あ、ここはダイヤモンドフェンスさんの家だったんか。ここも空き家だな。案外人多いのにな。多いかもしらん。あ、ここも空き家じゃん。空き家多いね。誰かに出会うことがまず大事なんですよ。はい、ここ誰かいるね、ここ。お邪魔しまーす。お、あんた誰が。あの、僕ここでちょっと一週間ほどかな。ごめんなさい、素直に返しますわ。素直じゃねえよ。あ、ちん、ふんで置いときますね。なんでやねん。あげま、あげまっか、あげます。なんでやねん。君はスティーブ君がね、聞いてるよ、みんなから。じゃあ、よろしくね、一週間ほど。はい。はい、よろしくお願いいたします。それでは、お邪魔しました。首ゴンフンが首。いや、もう首いいでしょ。うん、いいでしょとか言っちゃった。あ、釘尾さんでしたか。これは、あ、まだいるじゃん。うわっ、あんたのはスティーブだな。聞いとるが、しばらくここに生活することになったんじゃろ。俺はゴールデンドラゴンというんだ。よろしく頼むぞ。あ、はい、よろしくお願いいたします。なんか顔が出てすぎて目うくってませんけど大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。はっはっはー。あ、愉快ですね。あ、じゃあ、ご。こっから見たら、すごく、ホラーゲー。ホラーに見えます。ここは？あ、昨日は間違えてすいませんね、家。真っ赤だよ。びっくりしたわ、急に入ってきて。僕、スティーブと申します。一週間後かな？お世話になります。よろしくお願いします。もう間違えません。もういないかな？うわ、部長。また来たぞ。もう以上かな？今回も踏んでないし。よいしょ。あっちらへんかな？まだ。ああ、急に走った。外国さん。またお前来たんだ！どっか行け！なんかね、ちょっと恐怖なんだよね。あ、銀国さんね。店覚えとかないかな。おお、ただいまでーす。おお、おかえり。まだ食べてたんですか。もんな、何日食ってるんですか。ケーキいいじゃないか。うまいじゃん、ケーキって。君はチョコかイチゴかどっちが好きだ。僕はケーキですよ。視聴者の皆さん、よかったらコメントしてください。ショートケーキかチョコケーキかどっちが好きですか。こう、どっちでもいいんで。よし、うん、ちょっと義務作になってきた。おやすみなさい。はぁ、よく寝た。気抜けば夜ですね。眠たくないや、僕。ちょっと散歩してきていいですか。お、いいぞ。ここの家はな、景色いいからな。散歩でもしようか。火事だ！火事！やばい！早く助けないと！クギオさん、大丈夫ですか？クギオさん！クギオさん！クギオさん！やめろ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 ！あ、クギオさん！クギオさん！あ、熱い！熱い！
くんが何を狙われてるの？なんで？やばい、他の家にも引火しちゃう。なんで？ダメだ。なんで？こんな、なんで？なんで釘を踏んだ？一通り消火はできたけど、釘尾さんの音楽はない。そんな、なんでなんだ。こんな、なんで、なんでこんなことになるの。くっそ、消火器とかどうでもよくなってきた。くっそ、なんか急に晴れていた。くっそ、スティーブンさんの家まで壊されている。それほど恨みある人か、あの人。そんな恨みないでしょう。ずいぶん長い散歩だったな。なんか爆発音が聞こえたんだけど気のせいかな。スティーブンさんの家が爆発して、そして、クリオさんの家が火事になっていたんで、火事だと？なんだと？そして、クリオさんの音楽はもう、見ることはありませんでした。一体、誰がこんなことをしているんだ？ちょっと気分変えて、外でも寝てみようかなと思うので、僕、外に出てきますね。寒いか？大丈夫か？今冬だぞ。大丈夫です。このベッドはふかふかなんで、こういう夢じゃないんだけどね。よいしょ。誰の家がいいかな。そうだな。ダイヤモンド神様、ここら辺でいいか。ここら辺で。はい、おやすみなさい。何の句だ。